小父母現場の写真1その年の春はいつまでも寒さが続いたので塚原敏夫君は私に向かってまた大地震でも起こらねばよいがなどと時々私を気味悪がらせておりましたけれども幸いに 大きな天才地変もなく5月に入ってからは急に暖かくなって実験室の前のツツジが1時に咲きそいました「兄さん気候が寒いとあまり大きな犯罪も起こらないようだね」とある日の午後敏夫君は紫外線装置の部屋から退屈そうな顔をして出てきながら 言いました。「犯罪など起こらない方がいいね」「年夫君には物足らぬかもしれないけど世間は確かに迷惑するよ」「しかしここ1週間ばかり急に暖かくなったからまた犯罪が増えるかもしれないね」ことに浅草 Y 町の株屋殺しのように事件が迷宮に入るとそれを模倣して 人殺しが続出しないとも限らないああそうそうとおく君は急に熱心な顔をして言いましたあの株屋殺しはもう二週間になるがまだ犯人が見つからぬようだね一体警察は何をしているんだろうか殺された人間がありゃ殺した人間のあることは当たり前じゃないかそりゃ君無理だよ 人間は神様ではないから。しかし君はあの事件について何か説を立てているのか。いや、僕は近頃新聞記事というものが日を減るに従っていよいよでたらめになってゆくことを知ったので自分に依頼されない事件には立ち入った研究をしないことにしているよ。ちょうどその時訪問の客があったので私がドアを開けに行きますと。 それはほかならぬ P のおじさんすなわち警視庁の小田刑事でありました「P のおじさん久しぶりですね」と敏夫君はうれしそうな顔をして小田さんのそばに駆け寄りましたきっといいお土産を持ってきてくださったでしょう僕このごろのうち腕が鳴ってしかたがなかったいいお土産とも 実におきなお土産だと言いながら小田さんはテーブルの前の椅子に腰を下ろしましたああうれしいこう言って敏夫君はしばらくの間実験室を飛び回りましたお土産というのは言うまでもなく事件解決の依頼でありますやがて敏夫君が席に着くと小田さんは言いました お土産というのは他ではない。浅草 Y 町の株屋殺しさ。私たちは思わず顔を見合わせました。たった今、敏夫君とその話をしていたところでした。と私は言いました。それじゃあ敏夫君は新聞でこの事件を研究していたのかと小田さんは尋ねました。いいえ。 詳ししいことは少しも知りません。でも犯人の容疑者として誰やら挙げられたではないですかうーんそれがね今検事局でその男を厳重に取り調べているけれどもどうしても自供しないのだしかしさっぱり証拠がないからみんなが困っているのだだから敏夫君にその証拠を見つけてもらおうということになったのだよ どうか、事件の経過を逐一話してくださいと敏夫君は言いました24月20日の午前2時ごろ、浅草 Y 町の株式仲買人鈴木泰介は自宅で何者かに殺されていることが発見された発見したのは同家に同居している泰介の手代の 吉であって、彼はその夜泰助の命令で11時頃家を出て高田追松町の篠田という家に使いに行ったがあいにく篠田家の人々が留守だったので午前1時頃まで門前で待っていたところがそれでもまだ帰ってこなかったのでとうとう用を足さずに戻ってくると意外にも主人の泰助は奥の座敷の布団の上に 血に染まってうつ伏しになって死んでいたのであるこれを見た勘吉は腰を抜かさんばかりに驚き直ちにこれを付近の駐在所に訴え出たので時を移さず警視庁から捜査班の人々が駆けつけまず現場の写真を数枚撮影しそれから式のごとく捜査を始めたのである被害者鈴木大輔は今年50歳で 崔君は数年来肺を病んで硬さに療養し夫婦の間に子供はなく今年25歳になる手代の柑吉を一緒に住まわせて昼間は2人とも日本橋兜町の店に行きいつも夜遅くに帰り食事は三度とも店の方でするので女中を1人も雇わずにいわば男所帯で暮らしていたのである死骸は布団の上に。 寝巻きを着てうつぶしになって横たわっていたあおむけにすると寝巻きの前側と敷布は真っ赤に染まっていたその血は左の心臓部の傷口から流れ出したもので傷口の模様から見て鋭利な短刀を持って刺されたらしかったその他には別に傷がなかったので被害者は一刀のもとに倒れたものらしく あた辺りには格闘したらしい形跡がなかったまた殺害に使用された凶器はその辺りに見られなかったから自殺でないことはすぐに分かったそして座敷の隅にあったヨーダンスの小引き出しがこじ開けてあって中が空っぽになっているところから見ると犯人は金が欲しさに殺人を行ったことが推定されたしかし そのほかには別にこれという証拠は発見されなかったので警察では勘吉を容疑者として逮捕し尋問することになったのであるその夜勘吉はいつもの通り主人と2人で兜町の店を出て10時半ごろに家に帰ったすると主人は急に用事を思い出しぜひ今夜中にこの手紙を追松町の篠田さんのところへ持って行き 返事をもらってきてきくれと言って、一本の書状を渡した。ところが先方が留守だったのでおよそ3時間家を空けたわけである医師の鑑定によると12時前後に殺された者らしいのでもし勘吉が午前1時まで篠田家の門前に待っていたことがわかれば彼に対する疑いは晴れるのであるが 篠田家の人々はもちろん他にその証人に立つものがなかったただその篠田家の人々が1時半ごろまで一家そろって外出していたことは事実であっただんだん取り調べをしてみると午後11時半ごろすなわち換気地を使い出してからすぐ被害者泰助は付近の湯屋へ行ったことが分かった それゆえ殺害の行われたのは11時半から12時までの間であらねばならない入り口の格子戸の情が何ともなっていないことおよび別に格闘した形跡のないところを見ると犯人は被害者の知っている人物であらねばならないだから警察では勘吉を最も有力な容疑者と認めたのである 兜町の店の者たちの行動を調べても誰一人怪しむべきものはなくその他金銭上の関係から怪しいとにらむべきものはなかったさらに寛吉に対する容疑を深めたものは彼が最近主人の不在をうかがっては悪いところへ遊びに行きかなりに借金を作っていたことであったがかようないわゆる状況証拠は重なっても 彼が犯人であるという直接証拠はなかったすなわち彼の衣服に血痕がついているとかまたは主人を殺した凶器が彼の所有であったとかあるいはまたタンスの小引き出しに彼の指紋が発見されたとかないしはまた小引き出しから失われた金を彼が所持していたとかこれに類したことは一つもなかったのである。 一方警察は職業的な盗賊のせいかもしれぬとその方面を詳しく調べたけれどもとんと容量を得なかったまた言い落としたけれども死体解剖の結果は別にこれという新しい手がかりを得なかったかくて5日と過ぎ10日と過ぎ2週間と過ぎた今日勘吉がどうしても白状しないのでまだ 真犯人の決定を見ないのである三こう語って小田刑事はほっと一息つき私の差し出した茶をすすりました敏夫君は刑事の語る間イチゴも聞き漏らすまいとしてその顔には緊張の色を浮かばせておりましたがこの時 静かに言いましたその現場の写真を見せてください織田刑事は白い用紙の包みをポケットから取り出しました包み紙を開くと中から数枚のキャビネ型の写真が現れましたおく君はそれをむさぼるように取り上げていちいち検査しました写真は死体を中心として 室内のありさまを前後左右および情報から撮影したものでありました被害者は大変よく太っていますねと敏夫君はつぶやきながら熱心に代わる代わる幾度も写真を調べてじっと考え込みましたやがて小田さんは尋ねましたどうだね 何かその写真から犯人の手がかりは得られないかねそうですねと敏夫君はにっこりと笑っていましたそのにっこりはいつも敏夫君が新しい手がかりを見つけた時に漏らす笑いでありますで私はさてははや敏夫君は有力な証拠を見つけたなと思いました 年老君は言葉を続けました。二つ三つ気がついたことがありますが、それはもう大方警察の人々にも知れていることだと思います。例えばどんなことかね？例えばです。犯人は被害者と知り合いの中だということです。それは今話した通りだ。それから犯人は被害者の後ろから。 被害者を抱かまえるようにして心臓部を刺したことです。え、それはどうしてわかる？と小田さんは驚いて尋ねました。それは極めて簡単です。この写真を見ますと、とそのうちの一枚を取り上げ、被害者は枕のある方に足を伸ばし、よぎのたたんである方に頭を向けてうつ伏しになっています。 これは犯人が被害者の座っている後ろから抱きついて担当で心臓部を刺しそれから背部を手でついて前方へつんのめらせたものですしかし前方から刺したと考えても刺しつかえないではないかそうですしかし前方から刺しにかかれば勢い格闘が始まりますしかしここには格闘の跡はなくいわば被害者は素直に殺されております 素直に殺されたということは不意を襲われて全く何の予感もなく殺されたことになりますなおまた前方から刺したのであれば血がほとばしりますから犯人は当然その血を踏み従って畳が血で汚れていなければなりませんが写真で見ると畳の上には血は少しもこぼれておりませんそういえばそうだねえ 小田さんは敏夫君の推理に敬服したような調子で言いました。だが後ろからだかまえて殺したとなると心臓部を刺すのはおかしいじゃないか。右の胸に担当の傷があってしかるべきじゃないかそこですよ。寛容な点は。と敏夫君は勝ち誇ったような態度で言いました。 おっしゃとおりもし犯人が右利きならば心臓部を刺すのはおかしいですですから僕は心臓部が刺されしかもそれが後ろからだかまえて行われたものであるから犯人は左利きの男であると推定したのですえ左利きなるほどそうかじゃあ勘吉が左利きか右利きかを調べればよいそうです もし寛吉が右利きだったらすぐさま放面してやってくださいそれじゃあ今から検事局へ電話をかけて尋ねてみよういやかけるまでもありませんよなぜたとえ寛吉が左利きでも彼は犯人ではありませんどうして11時に浅草の家を出て追松町まで行った寛吉が 十二時頃に帰ってきて主人を殺すはずがありません。けれども、カ吉は途中で引き返したかもしれん。しかし、先方の篠田家が留守だということは主人も知らず、彼も無論知らなかったに違いありません。もし留守でなくば、すぐ露見することはわかりきったことです。しかも彼はその手紙をあなたたちに見せたでしょう。 見せた。それご覧なさい。では、君は犯人は勘吉でないというのか勘吉ではありません。他に犯人があるというのかありますよ。それを君は知っているのか知ってはおりません。ただ、推定しただけです。誰だい それは、「今ここでは言えませんよ」と敏夫君はずるそうな顔つきをしました僕はこれからその犯人が高飛びをしてもういないかあるいはずうずうしくまだうろついているかを調べてきますから僕の帰ってくるまで二人で待っていてくださいどこへ行くのだと小田さんはいよいよあっけに取られて言いました いけませんよ P のおじさん僕は言うまいと思ったら死んでも言いませんよ私はその時初めて口を出しました敏夫君君一人で出かけてよいのか僕も一緒について行こうかいやと敏夫君は制しました危険なところへ行くのでないから心配しなくてもよいその代わり もし犯人がまだうろついていたら今夜兄さんに骨折ってもらって逮捕しようよ本当にいいかい大丈夫よと答えて小田さんの方を向き P のおじさん僕の留守中に念のため勘吉の右利きか左利きかを調べておいてください4もっと あの子は恐ろしいねえと小田さんは尾夫君が去ってからしみじみ言いましたそうでしょう警察や検事局の人が2週間かかってもわからぬことをわずかに1時間余りで犯人の見当をつけるのですもの小田刑事が今更ながら簡単の声を漏らしたのは当然です私は敏夫君の褒められるのは 自分が褒められるよりもうれしいので、本当に天才以上ですと相づちを打ちました。どれ、けへ電話をかけよう。こう言って、小田刑事は係の検事を呼び出して、しばらく話し合っておられましたが、それから15分ほどたつと、先方から返事があって、勘吉は右利きであるという通知を受けました。 やっぱり敏夫君の言うとおり勘吉は犯人ではないらしい。と小田刑事は探索して言いましたそれじゃあ一体犯人は誰でしょうかどうも敏夫君の言葉だけではちっとも見当がつきませんがと私は尋ねました小田さんはしばらく腕を組んで考えておられましたがやっぱり 僕にもわからない。と吐き出すように言いましたそれから私たちはいくら考えてもわからぬのでもう諦めて世間話に移りました日がだんだん暮れて辺りが薄暗くなっても敏夫君は帰ってきませんでした私はなんとなく不安になりましたので家の外へ二三度出てみました遅くなれば、 出先から電話がかかるはずですから一層心配の念が増しましたとうとう8時になりましたすると自動車が表に着きましたので私が走り出るとそれは果たして敏夫君でした室内に入るなり敏夫君は言いました「P のおじさんどうもお待たせしましたさぞおなかがすいたでしょう兄さん ごちそうをいしてください食後にゆっくり話すからいかにもその声が元気に満ちていましたので私はおく君が確かに捜査に成功したと思いました食事の間私たちが何を聞いてもおく君は意地悪く何も語りませんでしたが食事が済むなり真面目な声で言いました「ピーのおじさん株や殺しの真犯人は」 今夜11時半ごろ、Y 町を通るはずです。えどうしてそれが分かった犯人はどんな人間かねまあ、捕まえるまで待ってください。ここを10時に出ればよいから、それまでラジオでも聞きましょう。私は、どんな人間を逮捕することになるだろうかと、腕がピクピクしました。まではは、んにかないませんが、腕は はばかりながら柔道三段です私は今夜行われるべき犯人逮捕のことをいろいろ想像しながらその夜放送された筑前琵琶もなにわ節も上の空で聞いていました5午後11時少し前に私たち3人は Y 町の殺人のあった家の軒端に佇たずんで 犯人のの通るのを待ちました。意地の悪い年夫君は誰が犯人だかを教えてくれませんので足音がするたびに私はビクビクしました犯人が通れば敏夫君が合図することになっており合図があれば私が飛びかかることになっております中年の女格悟湯屋帰りの紳士などが 数人私たちの前を通り過ぎました辺りは真っ暗ですけれどそれでも遠くの見当の光で私たちのいることは通り過ぎる人にも分かります現に23人の人は私たちが何をしているのかと怪しく思ってじろじろ眺めてゆきましたいいかいいとし敏く君僕たちのいることを犯人が感づいて 捕まえられぬ先に逃げられはせぬかい」と小田さんは心配そうな声で尋ねました。「大丈夫ですよ。その点はまったく安全です」ととしおくんは自信ありげに言いました。十一時半ごろになると人通りはパタリと絶えました。遠くで犬の鳴く声がなんとなくものすごく響いてきました。 やがて12時近くになりました。おかしいなあ。もう来るはずだが、それとも他の道を通ったのかなあ？ととし、お君はつぶやきました。その時、向こうの方にかすかにあんまの笛が聞こえました。おや、あんまさんが通る。ととし、お君は言いました。 あんまは悲しそうな笛の音を立て高い足だを吐いて杖で探りながらこちらへ近寄ってきましたあのあんまさんに聞いてみようと敏夫君はつかつかとそのそばに寄りましたもしあんまさんへえご用でございますかいやもんでもらうのじゃないお前さんことによると このかぶやさんを殺した男を知っておいでだろうどどういたしましてこのときおく君はあんまの杖をパッとはらいました何をするといいながらあんまははだちになって後ろへ逃げようとしました「それ兄さん早く!と」とおく君は引きずられながら言いましたおく君 あんまさんに何の罪があると私は聞き返しました兄さんのバカこのあんまが左の手につえを持っていたことがわからぬのかはっと思った時私は万事を悟りました小田さんもこの言こ葉で初めてあんまが犯人であることを悟って私と共に飛びかかりました数分の格闘の後私たちは あんまを取り押さえることができました。翌日？例に来られた織田さんに向かって俊夫君は言いました。写真で被害者がよく太っていること、余儀がたたんだままになっているのを見たと時、被害者がお湯に行ったことと考え、合わせてあんまを雇ったのではないかと思いました。ちょうど11時半頃はあんまの通る時です。それから。 死体の位置から被害者が敷布団の端に座って後ろから抱かれて殺されたこと犯人は被害者と知り合いであることなどから被害者があんましてもらってる時に殺されたものと推定しましたそこで僕は昨日あの辺を通るあんまが誰であるかを聞き出そうとしましたかなりに骨が折れましたけどついにその住所が分かりましたそこで僕は この家の付近であんまの出かけるのを待っていますとやがて運よく出かけました見ると左の手につえを持っていますから彼が左利きだと判断しましたまさかあんまが犯人だと世間の人は思うまいと考えて彼はずうずうしくも前を出かけてしかも同じ町を平気で通っていたのですえ何 やはり金が欲しさに殺したと白状しましたか目くらでありながらよくも巧妙に強行を遂げたものですねいずれ善科持ちでしょうえやっぱりそうですかそれから P のおじさん勘吉くんにお会いになったら今後はなるべくアクショ狂いをやめようと伝えてください